ボルチモアは、アメリカ海軍の従順庸艦、ボルチモア級の一番艦。艦名は、メリーランド州ボルチモアにちなむ、その名を持つ艦としては5隻目。ボルチモアは1941年5月26日に、マサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール社、フォアリバーゾー選手で寄港し、1942年7月28日に、ハワード・ W ・ジャクソン・ボルチモア市長夫人によって、 浸水する。1943年4月15日に、WC カルフーン艦長の指揮下収益し、太平洋艦隊に配属された。1943年11月から1944年6月に、かけて、ボルチモアは、マキント上陸、クエゼリン侵攻トラック島攻撃、エニウェトク制圧、マリアナ諸島攻撃、パラオヤップルシーウォレア攻撃、ホランディア上陸、 トラック、マイナスサタワンポナペ攻撃、マーカス島空襲、ウェーク島空襲、サイパン侵攻、マリアナ沖海戦等に参加し、火力支援、援護を行った。1944年7月に帰国すると、ボルチモアは、フランクリン・ルーズベルト大統領とその一行を乗せ、真珠湾に向けて出港する。大統領は、チェスターニミッツ帝ダグラス・マッカーサー将軍と会った後に、アラスカに向かい、 1944年8月9日に下艦した。ボルチモアは1944年11月に戦線復帰、第3艦隊に配属され、ルソン島攻撃、台湾攻撃、中国沿岸攻撃、沖縄攻撃に参加した。1月26日にボルチモアは第5艦隊に合流し、日本本土攻撃、洋島進攻作戦、沖縄戦での 第五艦隊の支援といった一連の戦闘に参加する。8月15日に日本は降伏し、ボルチモアはマジックカーペット作戦に参加、機関兵の輸送を行い、また日本の占領業務に参加する。1946年2月17日に本国への帰路につき、帰国すると1946年7月8日にワシントン州ブレマートンで予備役となる。 ボルチモアは1951年11月28日に最終駅し、大西洋艦隊に配属される。1952年、53年、54年の夏には、第6艦隊に配属され地中海に展開する。1953年6月に、アメリカ海軍の代表としてスピットヘッドで行われたエリザベス2世による大艦記念艦艦式に参加する。 1955年1月5日に太平洋艦隊へ転属となり、1955年2月から8月まで第7艦隊の一部として極東に展開したボルチモアは任務を完了し、帰国するとモスボール補完に入る。1956年5月31日にワシントン州ブレマートンで予備役となり、1971年2月15日に除籍。 1972年5月10日に売却され、オレゴン州ポートランドでスクラップとして処分された。ボルチモアは第二次世界大戦の先行で9つの従軍聖賞を受賞した。朝鮮民主主義人民共和国は朝鮮戦争中の1950年7月2日に朝鮮人民軍海軍第2魚雷帝隊の魚雷帝21号がボルチモアを撃沈したと当時から主張している。 その選考により、第二魚雷帝隊には、この衣装号が与えられ、平壌市の祖国解放戦争勝利記念館に、魚雷帝21号が、ボルチモアひかみなりの瞬間のイラストとともに、展示されている。しかし、実際にはボルチモアは、朝鮮戦争には従軍しておらず、また他のアメリカ海軍艦艇に、同様な被害もなく、このボルチモア、撃沈は5人及び劣像である。 ありがとうございます。